トムロフトのレース場と飼育日誌旗と一緒に遊びましょうおはようございます12月7日月曜日の朝です今日もピンク色の富士山がよく見えますちょっともやが出てますけども今日もいい天気になりそうです旧車内の気温は3.6度 昨日に引き続き冷え込んだ朝になってます前のアパートの屋根もこのように霜が降って真っ白です鳩さんおはようございますおはようございます今日の棚の上の位置はハイノースの請求ですね今年の春500キロ飛んだ鳥です昨日 タネバト救車から選手バト救車の方に移動しました。後の糞の状況です。救車の入り口から奥の方にカメラを振ってます。まあ糞の状態は普通ですね。今日は社外開始直後に他救車の鳥が接近してきて合流し一緒に飛び回ってます。 最初からですね、今日はねまあ波数が多くなって、これだけ、えー、一緒に飛ばしてもらうと、えー、ずいぶん助かりますやっぱり少ない波数だとなかなかね思うように飛んでくれないんですけどもこれだけこうまとまってくれると引っ張られて、えー、十分な運動につながるんじゃないかなと思ってますまあそれはもう本当にいい天気ですね 雲が全然ありませんあともレースが終わってオフシーズンでこうリラックスしてるんでしょうねいい飛びですね結構高いところを飛んだり当然合流して飛んでますんでうちからは離れたところを飛んだり飛び方としても今日の飛翔は文句ありません いい飛び方ですなかなか見てて飽きませんねいい飛び方です7時20分過ぎました鳩は合流して飛んでたんですけども5分ぐらい前に分かれてうちの鳥は低空に降りてきて急車の周りを旋回しています 今日社外開始したのが六時五十五分ですから、今現在二十五分間ですね、飛行時間ね。もう少し飛んでるみたいなので、私は部屋の方へ戻って、えー、鳥の様子を見たいと思います。先日の役員会で確認された来年度の 東京西区連盟レーーススケジュールですこれはあくまでも連盟のスケジュールですから各連合会はこの連盟のスケジュールに合うように、えー、訓練、えー、短距離のレースというのをこなしてこの連盟レースに参加するという段取りになります。心配事は新型コロナの影響ですね。 昨年と同様ロックダウンなんてなったらばもうレースは即中止になりますしそれでなくても東京のこんな感染数が多くて地方に来てもらったら困るというような話がさらに増えてくるとこれもやっぱりレースどころではなくなってしまうと思います。なんとか早くワクチンを含め治療薬 ができてこのコロナが収束してほしいなと願うばかりです。ただいまの時間は8時20分になりました。今日の鳩の飛行時間は35分ぐらいですね。7時半にはもう降りてきましたので、今日は35分、うーんちょっと短かったかなと思いますけども。その後まあ、屋根の上で遊ばしてますんで。 飛んだり降りたりを繰り返してますやっぱり1時間半ぐらいはね外に出しておきたいなと思っていたのでこれから呼び込むということにしますやっぱり満タンにしてる影響で呼び込んでもなかなか反応して入ってきませんしまあ、オフシーズンということでこれもハトの好きなように遊ばせるのもいいのかなと思ってますはい、今日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います 来年の春はコロナの影響なくレースが楽しめればいいなと思ってます。早くコロナが収束するように願うばかりです。本日もお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。できればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。失礼します。